こんばんは。いよいよ来週に迫ってまいりました。フォートレス名古屋で開催されるオートトレンド2004に先駆けてお送りするオートトレンド TV、 ナビゲーターのデールです。そしてアシスタントは北山優奈です。よろしくお願いします。そして最近業界内でもね、評判が高まっている自動車ライターの近藤秀嗣さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さらに今日盛り上がっていきましょう。お騒がせしたいのみんな、リサちゃん、エロちゃん、ウチウちゃん、そしてマミちゃん、近藤さん、いよいよあれですよ、もう迫ってきました。いよいよオートトレンド2004も来週です。1週間切りましたね。1週間切りました ね、 ね、ね、この番組あれよあれよどうなっちゃうんでしょうか。じゃあちょっとそれを考えるとね、そうそうそう、まあ、とりあえずね、今ね、関係者一同一応人気で、近藤さ ん、 これすごいかっこよくないですか。というか君これ第1回の時取材したんでしょ。間近で見たでしょ。これハリアね、ホットワイヤーズさん、まあ、あのオーディオ屋さんなんですけども、ね、これ外観はね、アルミだけね、ポンって変えてあるだけなんですけど、やっぱりオーディオショップっていうところで内装どうですか。これすごいね、これ ね、 ね、 ね、一応宇宙をイメージしているらしいんですけど、ね、宇宙っぽいね、でもね、宇宙っぽいですからね、うん、これ、うん、宇宙っぽい ね、 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 ね、ラゲージ全部潰してスピーカーを、ね、アンプで持っちゃうというやっぱり宇宙に宇宙ちゃんが反応して、ね、宇宙がすごくいいという ね、 ね、本当はこれ結構、ね、あの何にもないところなんですけどね、うん、センターコンソールがウォークスルーができるんですけども、こういうのをガツンとはめて、うん、でもすごく一つ一つで、バケットシートが入ってて、そう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 、あれかっこいいですね。ね、本当は5人乗りなのにね、うんうん、こうキャプテンシート風にして4人乗りにしちゃうという、うんうん、